赤木登山鉄道とは、かつて、群馬県世田郡黒骨村の利平茶屋駅と、同郡富士見村の赤木山町駅を結んでいた、工作式鉄道及びその運営会社である。赤木山を登るケーブルカーで、東武鉄道が手掛けていた、赤木山観光開発の一環として1957年に開通した。東武鉄道では、前橋赤木大道赤木山町気流館の、 赤城山海遊ルートの開発を図ったが、山の東側の利平ャ屋と赤城山頂の間は、急峻な地形であり、道路が建設できないため、ケーブルカーで連絡することとした。開業後、東武鉄道では新大間駅を赤城駅に改称し、浅草駅赤城駅間に直通急行列車の運行を開始し、前橋駅、中央前橋駅赤城内道赤城山頂間と、 気流駅赤木駅、水沼駅、利平茶屋間に路線バスの運行を開始している。このほか、赤木駅から高下電気鉄道高下線に乗り入れる急行、乗務も運行されていた。しかし、前橋赤木山頂間の道路の改良が進んだのに、大使、気流、利平茶屋間の道路が悪路のままであったのと、浅草赤木間直通急行列車の所要時間が、 国鉄急行列車の上の前橋間に比べ長かったため観光客は前橋からの往復利用が主流となり赤城山東側を通る利用者は減少したそのためあたり路線も利用者が減少し1967年11月5日に休止翌1968年6月1日に廃止されケーブルカーは開業からわずか10年という短い歴史の幕を閉じた 赤木登山鉄道では、ケーブルカーのほか、赤木大道赤木平間にリフトを、赤木平地蔵峠間にロープウェイを保有していた。これらは黒字を維持していたため、ケーブルカー廃止後も引き続き運行された。赤木登山鉄道は、ケーブルカー廃止後、社名を赤木山ロープウェイに改めたが、1979年10月1日に、東武工業に吸収され解散。残っていた、 リフトロープウェイも1998年に廃止された。赤木山町駅跡に開業したサントリービア、バーベキューホール現在、赤木山町駅の駅舎は、サントリービア、バーベキューホールと土産物店に改装されている。館内にはケーブルカーの資料が展示されているほか、ホームの跡も残されている。一方のリヘイ茶屋駅は、桐生市のリヘイ茶屋森林公園の中に、 ホーム跡が残るのみである。車両は A と B の2両が在籍した。いずれも日立製作所製造の全構成車体で定員121名。制動方式はテオドルベル式であった。相性名は付けられていなかった。車体塗装は2両とも同一で、黄緑色に2本の赤帯を入れた塗装であったが、後に車体上部の窓周りが赤色に変更された。 計画当初の段階では乗用車の積み込みが可能な車両を採用することが考えられていたが技術的に困難であるため見送られた。利平茶屋駅赤木山町駅。ありがとうございます。